Z1 のレプリカ2ゼ Z1 は、コンラート2ゼが1935年から1936年にかけて設計し、1936年から1938年にかけて自ら構築した機械式コンピュータ。日地方を用いた電動の機械式計算機であり、制限はあるが、プログラミング可能である。命令は3穴テープから読み取る。 ノイマン式計算機としても最初の概念実証機である。Z1 は世界初の自由にプログラム可能なコンピュータであり、ブール論理と日チ不動小数点数を採用している。ただし信頼性は低く、うまく動かないこともあった。完全に個人の資金で作られており、1938年に完成。 第二次世界大戦中の1943年12月、ベルリン空襲の際に設計図などと共に破壊され、現存していない、ツーゼの設計した一連のコンピュータの最初の機種である。Z1 と同じ考え方で発展させた Z2 と Z3 が後に続いた。機械式スイッチング素子の特許 Z1 には、現代のコンピュータのほとんど全ての対応部分が、 存在する。例えば、制御装置、記憶装置、マイクロシーケ検査、不動小数点演算装置、入出力デバイスなどである。参考テープを読み取り装置にセットすることで自由に、プログラムを供給できる。参考テープ読み取り装置、全体を監督し、命令を実行する制御装置、演算装置、入出力デバイスは、それぞれ明確に分離されている。 22ビットの不動小数点数の加算機と減算機を備えており、さらに制御論理回路を加えて、乗算や除算などの複雑な演算も可能にしている。命令セットは9種類の命令で構成されており、命令実行にかかるサイクル数は1から12まで命令によって様々である。浮動小数点数を64ワード格納できるメモリを備えており、制御装置が メモリの読み書きを支持する。機械式の記憶装置は独特な設計であり、コンラート2では1936年にその特許を取得している。参考、テープ読み取り装置で命令を読み取ってそのまま実行する方式であり、プログラム内蔵式ではない。入出力は重心数で、入出力装置には内部のッチ表現との変換を行う機構がある。 プログラム用テープは 35mm フィルムで3穴に符号化して命令を格納する。Z1 の制作は個人の資金で行った。ツーゼは自身の特許収入だけでなく周囲の人々からも資金を得ており、姉妹のリージラタ、フラタニティ AV モチーフの一部の学生、ベルリンで機械式計算機を製造販売していたカートパンクなどである。ツーゼは 両親のアパートのリビングで Z1 を組み立てた。1936年、ツーゼは Z1 を作るために航空機製造の仕事を辞めている。両親は必ずしもツーゼのやることを熱心に応援していたわけではないが、可能な限り支援し続けた。ツーゼは薄い金属シートを使って機械を組み立てていった。リレーは使われていない。 電気を使っている装置は、電動機1台のみで、マシン全体に 1Hz のクロック周波数を与えるのに、使われている。個々の機械部品に、角の力がかからないようにするには、精密な動機が必要だが、Z1 が安定して動作したことは一度もなかった。再構築された Z1 元元の Z1 は1943年の、ベルリン空襲で破壊されたが、 ツーゼは1986年に Z1 の再構築を決意した。彼は Z1 の数千個の部品を再び製作し、1989年に完成させた。再構築された Z1 はベルリンのドイツ科学技術博物館に展示されている。ありがとうございます。